宮崎には立たないと食べられない超高いかき氷がある、うちのかき氷は想像を超えるぐらい高いっちゃが、食べれるもんなら食べてみて。戦いの舞台は創業35年の百姓うどん。この店のメガ盛り、その名も、こちらが宮崎のスカイツリーになります。宮崎のスカイツリーと呼ばれる超高いかき氷ができるまであと30秒カウントダウン。氷をかき出し、まずは土台となる部分を作っていく。さらに崩れないよう慎重に両手で固めつつ盛る。使う氷の量は2キロ。一体どこまで積み上がっていくのか。そして仕上げは宮崎名物マンゴーシロップ。 あんなにマンゴーシロップうまそうだけど、うわ、あんなかける。なんとこの大きさでお値段500円。スカイツリーにあやかり高さは 63.4 センチの予定なのだが、目分量で作っているため実際に測ってみると、なんとおよそ68センチもあった。このメガかき氷、木下は完食することができるのか。木下 VS メガ盛りかき氷、ファイト。スプーンを使うと崩れてしまうため立ったままかじりつく。いくの？わー、豪快。しかし早く食べなければ氷は溶けてしまう。頭が消えとる。溶けちゃってるね。食べ始めから5分。しかしなぜメガ盛りかき氷を。当初はですね、30センチぐらいだったんですけど、1年に1センチずつ伸びてですね、お客様の、声で、今うちが35周年目でですね、だいたい 63.4 センチ、宮崎のスカイツリーということで、今出しております。そんなスカイツリーも、すでに地上界を残すのみ。そして、開始から22分早いね、でも22分。いった。早いね。ごちそうさま。おー、完食。冷たさに耐え抜き、22分で完食。こんな大きなかき氷も木下の胃袋で全部溶けちゃいました。本当に食べきるとは思いませんでした。乾杯です。皆さんも宮崎に来た際は立ったまま召し上がれ。